南馬屋沖田の肖像、以前の版では、左上の短冊に半字絵を記した歌丸だが、検閲を警戒し、描かれた人物像から連想される、歴史上の著名な歌人に変えている。茶を運ぶポーズをつけた沖田。光沢のある背景に使った技法は、キララ引きという。歌丸作、南馬屋沖田南馬屋沖田は18世紀後半の茶屋に、 勤めた若い女性従業員で、浮世絵師、歌丸好みのモデルの一人であったとされる。南馬屋沖川茶屋で働く若い女性従業員で、店は江戸の戦争時地域にあった。おそらく安永7年頃の生まれと推定され、15歳前後の完成5年、北川歌丸との出会いによって、肖像画のモデルを務めることになる。当時三美人、沖田は、 この有名な版画の右下に描かれている。左は高島屋尾久、上は富本豊花。歌丸が起きた像を表現した作品は以下の図版を含めて15点もある。このページに示した版画、当時3美人も有名な作品でも、同時代に美人と噂された実在の女性、加えて同じ美人グループは他に少なくとも3つの版がある。 その一つは他に四人の女性が混じっている。多丸には他にも起きの有名な肖像画が2点あり、象徴として、大首絵では茶碗を捧げ持つポーズを取らせ、1点は立ち姿、もう1点は上半身のみの肖像画にまとめた。またこれら2点の肖像画は、以下の外部リンクの版画ギャラリーで鑑賞できる。発行年順出版都市順いずれも、公開条件は、 国立国会図書館、図書館送信参加館内。休時は新時に編集済み。ありがとうございます。